ライオンの隠れ家第2話感想動画でございます。はい、島田さん。ほい、島田さん。ほい、シュート。違うのよ、その呼び方。名前呼んで反応するかどうかで確認するじゃないのよ。俺にね、島田さんって呼ばせてるだけで本当はシュートなのかと思ってたんですけど。じゃあもう違うのか。もう冒頭で返事しちゃってるから、もう俺第一発目で違かったか。はい、立ち尽くさなかったか今。大丈夫です。でもあのライオンくんがさ、ヒロトにシュートってこう突然呼ばれて思わず返事しちゃって、うん、返事返しちゃった時のあの顔良かったね。やっちゃった感とね、なんかね、そうそう、あみたいなね。誰かから絶対本名言うなよみたいなさ、口止めされてたのにバレちゃったやべえの顔だったじゃん。うん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 、そりゃそうよ、子供は引っかかんだから大人の罠に。ちょろいもんね、うん、子供なんて。子供なんてちょろいからすぐ騙せるから。そうなんだよな、まあそういうのがありね。やっぱりライオンくんの名前は立花シュートだったっていうね。ちょっとね、今回の2話見た感じで俺の中で一人動きが怪しい人物がいたんですよ。何？いた怪しい人なんて、あの白い男ぐらいじゃないの？あれはだって露骨に怪しいじゃん。そうじゃなくて、それプラスもう一人いたんですよね。なんかちょっと怪しいな、怪しんだ方がいいんじゃないかなみたいなやつ。おお、誰誰誰？ヒロトの同僚の牧村美代ですね。ほう。斉藤飛鳥ちゃんがちょっと怪しんでみようかなみたいな。今回あれだったじゃん、ここに来いつって金のなるところに行ってさ、デパートのさ、金のなるソフトクリームね。そう食べると金がなるやつね。そうそう、わかんないけどさ、サービスで売りのやつね。違うそんなサービスじゃない。うん、あったあった。偶然あったとはいえ、そうなの、そこよ。まず最初にね、あの足元だけ映る怪しい演出ね。さあ、はいはいはい。あれはまあまあまあ、葵だと思わせるっていう、とりあえずね、演出だったからいいとして、うん、今、島田さん言ったように、そもそもね、ヒロトと X が待ち合わせてた、そのショッピングモール的なとこに偶然いたっていうことでしたけど、あんな偶然あるかねっていうね。しかも時間ぴったりにってこと？そう、うん。だって、じゃあ聞くけどね、島田さんの、例えば職場の同僚とか、ショッピングモールで出くわした経験ってありますか？ないですね。ないよね。うん。そんな奇跡ないよね、今まで。ないですね。あんなに人来てるショッピングモールで知り合いに会う確率ってめっちゃ低いじゃないですか。会ったことないかも、俺、知り合いに。でもそもそも知り合いが少ないから。じゃあ会わねえだろう。知り合いが、まあ、柴田さんだったら。いや、あるよ、あるけど、その時間ぴったりにとかさ。うん、いや、あるよ。大間なるしのみたいな。あるんだ、すごいね。全然ある、全然ある。俺はだってそもそも知り合いが島田さんしかいないからさ。寂しいな、おい。島田さんがショッピングモール来てくれなきゃ会えないから。俺、君高の隠れ家じゃないんだよ、俺。おおおじゃない。いや、でも俺、ショッピングモールで島田さん見かけたら気づいてないふりするから。なんで気づけよ、気づいてこ声かけろよ。で、まずその、出会う確率から考えて、その偶然にも、程があるなみたいに思っちゃったのと、うん、でその後もさ行動を共にしてたでしょ。で最後ですよ、ヒロトが警察署にさミック迎えに行って、ここでいいよ、ごめん、ありがとうって言って別れたじゃん、うん、牧村は家に車で帰ったと。 X がなんでか知んないけど牧村の方に来てたでしょ。はいはいはい。車のドアトントントンってやったとこで終わったじゃない、うん、そのシーンは。 X はなんで牧村の方に行ったのっていう、つけてる方ね、これつながりあんじゃないかとかさ。ああ、用事があってトントントンね。あれだって警察のトントントンのやり方じゃん。車乗っててあのトントントンは。お兄さん何やってんの？そうね。そう。こんなとこに泊まって。うん。いやね、別に怪しんでないんだけど一応ねみたいなやつって。トントントンだ。警察24時で見るやつね。そうそうそう。うん。なんかつながりあるんじゃないか。だってあれまさかナンパじゃないでしょ。違うね。まさか一目惚れしちゃって、あの金のソフトクリームで写真撮った時にかわいいなこの子みたいになって、うん、つけてったわけじゃないでしょ。違う違う、絶対違う。でさ、 X がなんか家みたいなとこに帰って、うん、引き出し開けてスマホいっぱい入ってたでしょ。ああ、はいはいはい。でそこにさ1個なんかスマホポイって入れたじゃない、うん、
あれ、牧村のスマホなんじゃない？渡してたってことね。使わせてたってこと。とか、もしくは奪った、ヒロトと一緒にいる時の情報じゃないけどさ、うんうん、そういうことに使わせてて、回収したやつとかさ、そういう仕事をしてるやつなんじゃない？ X、いろんなやつの、はいはい、探ってるやつ。はいはいはい。ちょっと何者か分かんないってところがさ、あるじゃない、いつも。まさか携帯ショップの店員じゃないでしょ？違います。絶対違います。だから牧村に接触したのは、なんかそういう何かしらの意図があってっていうね。うん、俺だからちょっと一個心配したのが、あんだけ携帯あって、あれ充電器大丈夫かなって思っちゃったもんね。確かに。あれ全部大丈夫、タイプ C かなとか思っちゃったね。どうしてんだろう、タコ足配線やばいねあれ、うん、気をつけないと火事になっちゃうよ、タコ足配線は。火事の元だからね。どうしてんだろうねあれ充電。ちょっとあれ気になったけど。気になるあれは。あれじゃない、じゃあ使い捨てじゃない。使い捨てなわけないだろ、充電なくなったら終わりみたいな。なるほど、新庄のパンツの履き方だよなそれ。履いたら終わりみたいな。充電っていう概念がないんじゃない X には。使えねえよそんなやつ。そうなんだよ。で牧村さんもさ、過去になんかありそうだったでしょ。ライオンくんが背中にあざあった話の時にさ、過去のことを思い出して、自分もさ、なんか保育士時代にさ、こう見てる子の背中にあざあって悩んでるみたいな回想シーンあったじゃん。あったあった、涙流してね。なんかそういう経験があるっていうかさ、それで多分保育士辞めるかなんかで今役所勤めになっちゃってるんじゃないのあれ。だからその牧村の過去もなんかありそうだしね。で X に戻るとさ、ライオンのぬいぐるみに盗聴器仕掛けてんのも X でしょどうせ。ああそうだね。だから X と葵にどういうつながりあんのかなってとこだよね、うん、ここ絶対つながり何かしらあるよね。その葵が依頼してる立場なのか、それともちゃんとしたなんか兄弟とか、なんかそういう親密な仲なのか、うん、それでライオン君の監視を頼んでるっていう風に思えるじゃんここは。うん、今回さ明らかになったのはあれじゃない、ライオン君の名前と葵が死んでるってこと。ニュースでさ DNA 鑑定で衣類が一致したみたいなさ、うん、死んでるかどうかは分かんないのか。俺はね生きてると思ってる。あの服だけが、まあ、残されててってことか。あれはわざと死んだと思わせるために捏造した葵が、うん、なるほど、葵と X がにしとこうかな、じゃあ。うん、だから葵は生きてるんじゃないのって今俺は思ってて、まあ、例えばミックンがさライオンに、ライオンのお母さん死んだって聞いた時あったじゃん、図書館で、うん、たださライオンがさ割と強い口調で死んでないってこう言い返したっていうか怒ったんだよね。まあ、それって普通に見たらお母さん死んだって言われてただイラッとして怒ったみたいな風にも見れるんだけど、ライオンはこうお母さんが生きてるって知ってんじゃない本当は。なるほどね。で分かってんだけど今事情があって離れてて、うん、ライオンはヒロトの家に隠れてると。で葵も実は生きてて今身を隠してるっていう、うん、なるほど。でライオンと葵自分が一緒にいると危険な目に合わせちゃう確率が上がるから、それを恐れてヒロトに今預けてる状態、その方が安全だから、それを X 監視してるっていうね。だから葵は何らかの事件に今巻き込まれてるっていうね、こう自分の身に危険が及ぶような事件だから、自分は死んだことになるまでどっかに隠れてるっていう。なるほど。巻き込まれないようにライオンくんをあそこに隠してるみたいなっていうこともあるんでしょ今その状態。うん、だライオンくんにはちゃんとこう名前言ったらダメだよ、そっからこうバレちゃうかもしれないからとかちゃんと教えて今預けてる。なるほど。まあだから単純にね、あの向井治ちゃん、おさむちゃんって言うのか、おさむちゃんの DV から逃げるためっていう風にも単純に考えられるんだけど、うん、やっぱりね、あの立花未来建設が気になるというか、悪さしてるんだよやっぱり。だからあんなに探してんのか。そうよ、だってスナックのママもさ記者たちになんか言ってたじゃん、六股議員みたいなやつがさリニア工事に便乗して裏で派手にやってるみたいな。はいはいはい。だからその議員の汚職事件みたいなのに立花未来建設が関わってんだよこれ。ああなるほどね。汚職事件の重要な情報とか証拠とか葵が知ってしまったっていうね、うんうんうん、例えばその証拠が入ってる USB とか葵が持ってて、うん、あのライオンのぬいぐるみの中とかに隠してんだって。ああ盗聴器も入ってるし USB も入ってて、だからおさむちゃんが必死に探してんのよ。なるほどね。
持ってるから証拠を。うんうんうん、葵がだからあんな必死こいて警察に探させてるって、死んだ証拠出てきてちょっとこうやべえどうしようみたいな顔してたからね。うん、白いやつがさ、あのライオンくんを連れ去ろうと思ったらいつでもできるじゃん。できるね。あの一人になった時点でさ、まああのぬいぐるみも奪うこともできるし、うん、そっち側だったらね。だからそれはなんとなく感じるよね、見守ってる側っぽいなっていうのは。 X はだからライオンくんを奪うとかそういうんじゃなくて、安全を見守ってるっていうだけなんだよね多分。うんうんうん、でこれからはこのヒロトとミックがライオンとこう一緒にいることによって事件に巻き込まれていくみたいな流れなんでしょこれ。でも今回あのライオンくんがさいなくなった時にさ、ブランコの画像を見てさ、うん、色でさ場所を特定したじゃん、うん、ああいうのも出てくるよねいっぱいね。ああいうだからミックの鋭さが捜査の役に立つみたいなのが来るんじゃないの。だからあの前回も言った通りミック一回は巻き込まれるよ事件はいはいはい、囚われちゃうよ一回は。ピンチ来るよミックの、まあ、今回は今回でライオンくん目を離しちゃってピンチはあったけどね、ちょっとドキドキしちゃったし。ミックのあのバスエピソードも心苦しかったよね。ああそうなのよ。過去にさヒロトが一人で降りちゃうやつ、あのなんか同級生とかが乗ってきてさ、うん、今何やってんのみたいな、だって気まずくなってさ、弟だと思われたくないから降りちゃうみたいな、あのヒロトの気持ちね。うん、まあわかるんだけどさ、ヒロトの気持ち。そうね、しかも年頃の若いしね。でもああいうことがあったけど、今ちゃんとこう弟のそばにヒロトはいるわけだから、うん、いいお兄ちゃんなんだよね。そうだね。うん、そうなのよ。あそこもちょっと切なかったっていうか、ライオンくんがさ一人になっちゃってさ、うん、もう絶対泣かないっつってさ言ってたのにさ、あの見つけてもらった時泣いてたっていうさ、うわーって、であそこちょっとわー子供ってこうだよなと思って、あんだけ口悪かったりさ元気なライオンくんがそうだよなってなるよね。いや俺は言ってること矛盾してんじゃねえかって厳しく思ったけど。いやいやそれ大人に対する感想だな。泣かないってさっき言ったよね、百獣のオーダーみたいな竹井壮みたいなこと言いやがっ て。いやいやいや詰めちゃダメよあの年頃のどこに。パワハラ上司と同じ言い分なんだよもうそれ。言ってることとやってることちげえじゃねえかよっていうね。今からそんなんで大人になったらどうすんだっていうさ、これ今日中にやるって言ったよねっていうのと一緒だから。まあまあそうね。でも若干やっぱさ、ライオンくん若干だけどさイラッとするときない？いやあるよそれあるよ。仏壇の輪をこう叩きまくってるときとかさ、うん、あるよ。チン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 みたいな、ドリフでしか見たことない。あれも嫌だし、ミックンのなんかクリームパン勝手に食べちゃうしさ。そうだね、まあ、子供だからっていうのはあるけどね。そうだけど行き過ぎてんだよな、その図書館ででかい声出したりとかさ。ちゃんと育てられてないからそうなっちゃう。そこがやっぱ気になるよね。土足で嫌がってギリセーフみたいな、そんなとこばっか似てんのかいっていうさ。あれわかるよね、今はやんないけど一人暮らしの時に忘れ物取りに部屋に戻る時やってたもんな。あれ靴脱ぐのめんどい時あるよね。ああ、でも今だとね俺あれかがんで膝立ちみたいな、わかる、うん、脱げよちゃんと、もう大人だから組体操の土台の人みたいなポーズして、うん、靴だけ浮かせて膝でこう行くみたいなやるよ。わかるよそれ、わかるよ。あと片足だけ脱いでケンケンね。めんどくせえな。ちょいちょいねライオンくんイラッとするときあるんだよ。あるあるある、わかるわかる。いや俺だったらもうライオンくん見てたらそりゃ障子に頭突っ込みたくなるもん。でもあそこのねミックンとライオンくんの関係とかもさ、なんかいい感じになってきてるというかさ、うん、ミックンもこうライオン同じプライドの仲間としてさ認めてきてるからね。うん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 。でもあのさミックンとライオンがバスのとこではぐれちゃった時あったじゃん、あれちょっとさバスの運転手ひどすぎないか。なんで？え、だってさミックン乗ってきて後ろに子供いたの明らか見えてんのに声かけるよね、乗るの乗らないのとかさ。そうね、急になんか突然閉めてなかったドア。いるもんバスの運転手さん、そういうなんかバスの運転手って強気の人多いよね。多い、なんかオラオラ系だよね結構。結構ね多いよ、あの遅れてくるくせに。それはしょうがない、遅れてくる。いやバスって大概遅れてくるのにさ、うん、こっちがさちょっとさバス時間に遅れてやっべえでもな毎回遅れてるから大丈夫かなと思って行くと行ってたりするじゃんたまに。バスあるあるっていうかさ、あれ腹立つよね。そうだね、こっちがちょっと遅れた時はもう行ってんのね。それはある。何なのあれで、時間より早めに来てる時はあっちが遅れるくせにね。
そうなんだよ。あれ何なんだろうな。あれあるよね、バスって。うん。あとあのさ、それもちろんね、一般の人が悪いんだけど、例えばバス停にさ、乗り降りのために一時的に一般の車が若干止まってる時とかあるじゃん、バス停のところ。ああ、はいはい。で、その時にちょうどバスが来ちゃってみたいな時ってあるじゃない。うん。あの時さ、煽り運転の人みたいにクラクション鳴らしてさ、間近まで行かない、バスって。邪魔だ、オラみたいな感じで。それはわからんけど。こっちの方がでかいんだから潰すぞ、お前の車みたいな。そんな、そういう意味での強気じゃないでしょ。いや、わかるよ。そっちの一般の人が悪いっていうのはわかる。そこ止めちゃダメだっていうのは。うん。だけど、そんなに怒るかねって時ない、バスの運転手。いや、まあ、まあ、俺の陣地だぞっていうところでしょ。めっちゃ強気なのよ。うん。怖いよね、バスの運転手。疲れてんだよ、絶対。たまにね、全員が全員じゃないけど、たまにいる。いや、だからあそこライオンくん、なんで一声かけないんだろうなと思ってさ、うん。どこのバス会社だろうって思って。いや、クレームおじさんじゃん、もう。あとはあれかな、今回残念だったのは、岡崎体育が出てこなかったこと。いや、別にいいよ。多分あの日は体育の授業が休みの日だったんだね。違う違う違う。時間割に入ってなかった。体育の先生だから岡崎体育じゃないのよ。あ、役所の同僚。違う違う。そういう役柄じゃないから。あんま重要じゃないのか。うん、あと岡崎体育ね、島さん。いい、岡崎体育って言ってるけど、うん、岡崎体育ね、分かってんの。こっちも分かってて言ってんの。雰囲気と一緒だから。雰囲気ね、雰囲気と一緒だから。そんな、うん、体育ね、うん、洗濯機と一緒だから。洗濯機と洗濯機、分かってんの。それ分かってて洗濯機って言ってる。そこは残念だったなっていうのはありましたけどね。はい、まあだから次回以降はあれでしょ、おさむちゃんと接触していくっぽいからね、うんうん、ヒロトたちが。ライオンくんのお父さんがおさむちゃんだってことに気づいて接触を図ろうとするっぽいよ、記者たちと一緒に、うん、おさむちゃんは絶対なんか怪しいもんね。怪しいでしょ、あんな一生懸命探してるふりして。でほら、刑事の人もちょっと怪しんでたじゃん、柿沢さんね。うん、うん、みたいなさ、うん、だってあの川から子供の帽子出てきた時とか、これお子さんの帽子ですかって言われた時に、なんか知らないっぽかったよね。自分の子供が被ってる帽子かどうかが曖昧じゃなかった。そうだね。最初にあの警察行った時に、奥さんの写真ありますかみたいな時にさ、めちゃくちゃ探してたでしょ、写真。あんまり持ってねえんじゃない、あれ。葵との関係が薄いんじゃないって感じがするけどな、あれ。そうだね。じゃあ3話からもちょっとサスペンス要素が徐々に増えてきてるんで、注目して見ていきましょう。で、皆さんからの感想、考察もコメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。